からかけてみた。またいつものやつだって僕は嬉しそうに電話を取る。今何してるのって眠そうに尋ねる。君の声はもう僕のものじゃない。毎日交わしていたおはようのメッセージ、いつ頃からだせいで送ってたんだろう。それでももしかしたらって期待する僕を横目に、他の誰かの画面に君の名前幸せになってね、なんて言え